松本イ独杯をめぐる人々恋か金か女中も見えず入り口の戸も開け放しになって台所で水道の水がザーザーこぼれていた下から3階のアパートまで一気に駆け上がってきた青年は 汗ばんだ前びたいをぬぐいながら勝手を知った部屋へ入っていったそこは居間を兼ねた食堂で窓際の長い子に秘術のクッションやなめかしい絹シょールなどが投げ出してあった片隅のテーブルには赤いバラの花を飾って2人分の晩餐の用意ができているあら陸くさんでしたの 境のエビ茶色のカーテンの間から覗いた白い顔にちらとロウバイの色が走った待ちもうけていたお姉さんでなくてがっかりしたんでしょうさっき電話をいただいたから僕は来るつもりじゃなかったんですが実は友人から音楽会の切符を2枚もらったのであなたとお姉さんと2人でいらっしゃればちょうどいいと思って持ってきてあげたんですよそれはご親切さまあれったら田舎者だから。 道でも間違えたと見えてまだ来ないのよ私たちは今夜会えないと思っていたのに得しちゃったよねこっちへ来ない女は急に調子を変えて愛想よく笑顔を見せた着替えでもしているらしくカーテンの奥で絹ずれの音がしている陸男は帽子を長いすの上へ投げて寝室へ入っていった僕は あなた方が食事をしていらっしゃるところへこの切符を渡してあっさり帰るつもりだったのにお姉さんより先に来ていたんではまずいからすぐ帰りますよそれもそうね姉にはまだ何も話していないんですからあら利根さんさよならをしてくれないの信頼のヘリに腰掛けて足袋を履いていた女はかわいらしく唇を突き出したと 突然、カーテンを押し分けて大島のついにセルの袴をはいた老紳士が入ってきた。それは千鶴子のパトロン、桂木宗平であった。若い二人は弾かれたように左右に飛びのいた。なんだ、陸王じゃないか。ああ、おじさん。陸王はにがり切っているおじの前に立ちつくんだ。 陸王お前はどういうわけでこんなところへ来ておるのだね集めとかなんとか体制のいいことを言って勤めにも出ないでろくなことをしておらんのだな宗平は重い口調でなじった少しずつ冷静になってきた陸王の脳裏に女客を迎えるには不似合いなビールのコップやウイスキーの角瓶や灰皿などの並んでいたテーブルが映った それから無断で女の寝室へ入ってきた伯父千鶴さんあなたが今晩会うお姉さんというのはこの人だったのですね青年は屈辱と激怒に身を震わせながら叫んだ陸奥さんどうぞ許してください私は決してあなたをだますつもりではなかったんですけれども女は口ごもりながら言った 意外な会見に顔をこわばらせていたおじとおいは2匹の動物のようにしばらくにらみ合っていた紫弘やお前はこのヤクザなわしのおいをどうするつもりなのだ宗平はたもとに顔をうずめてすすり泣いている女の桃色の耳たぶに視線を移したおじさん気をつけてものを言ってください 我々はつい昨日結婚の約束をしたんですからね。結婚 <laughs> そんな金がどこにある一人でも食えない男が女房をどうして食わせるつもりだ千鶴子や。お前まさか本気でそんな約束をしたのではあるまいな。そんな風なお約束はしましたけれども、でも、 陸王さんは真面目な方で、私だっていつまでもこんな日陰のみでいるのは心細いと思ったものですから女はしどろもどろになりながらも老紳士に溶けるような流し目を送ることを忘れなかった二人ともよく聞くがいいわしは何もこの年をして若い者と張り合おうとは思わないここは一つ 千鶴子の選択に任せようではないか。わしは千鶴子と結婚することはできないが、千鶴子の生活を十分に保障してやることができる。陸王は結婚することはできるが、金は一文もない。それどころか、夫婦共稼ぎで一生かかっても返済しきれないほどの借金がある。さあ、 金か恋かどちらでも選ぶがいい老人は落ち着き払って小鳥のように震えている美女と真っ青になって歯を食いしばっているお糸を楽しんでいるように言った偽善者とパイタちょうどいい取り組みだ僕の方からごめん子むる青年は荒々しく床を蹴って戸口の方へ歩き出したちょっとりこさん 待ってください千鶴子は青年の後に追いすがった。けがらわしいよしてくれ青年は肩に手をかけた女を突きのけて、シャニムに階段を駆け下りた。彼はアパートの玄関の戸に呪祖と悲粉を叩きつけて。ちくしょう今に見ていやがれと、叫んだ。 夜の犠牲同じ土曜日の晩というよりも翌日日曜日の午前1時不規則な家並みの間を曲がりくねっている石ころの多い坂道を黒い影が1つになったり2つに割れたりしながら降りてきた坂の下に交番の赤い電灯が見えたおい早田 我々の家はそう山奥ではないはずだぜ。赤坂新坂町といえば大東京の真ん中だが、嫌に人っ気のないところへ連れてきやがったな。まさか君が馬車ごと田んぼの中へ吹っ飛ばされたとかいう満州の田舎じゃあるめえな。百瀬、ちっと黙って歩かないか。さっきから喋り同しじゃないか。 橋を渡れば赤坂見附だから円卓を拾ってやるよ大柄な早田は足元の危ない友人を抱くようにしてよろめきながら交番の前を通り過ぎた百瀬は早田と巡査が笑いながらうなずき合ったのを見て急に後ろを振り返って吞凶に帽子を脱いでお辞儀をしたそれからところどころに街灯のついた 淡々たるアスファルトの道路が両側に迫っている墨絵のような森の間をまっすぐに弁慶橋へ抜けている2人が清水谷公園へ差し掛かった時であった百瀬は「君あのベンチで一休みしていこうぜ」と言いながら溝にかかっている石橋をふらふらと渡りかけたようせよ。 今頃ベンチなんかに落ち着いたら夜が明けてしまうおやおや先客があるじゃないかうっそうと茂った木立の間にひたひたと水をたたえた池の一部分とそのほとりのベンチにうずくまっている黒いかげとが明るい伝統に照らし出されているワンコウかと思ったら人間だなんだか様子が変だぜ どれ。後ろから百瀬の肩をつかんだ早田はベンチにうつ伏せに崩れかかっている男の顔をのぞき込んで待ってくれ僕は知っているようだぞなんだ陸奥君のおじさんじゃないかと叫んだ有名な葛城宗平だってどうしたんだまさか あの人が酔っ払ってこんなところにいるはずはないなこりゃあもうダメかな心臓麻痺でも起こしたらしい冷たくなっている早田は老人死を抱き起こした多額納税者覚醒会理事永徳個人経営者桂木宗平深夜の公園に死体となって発見さる おい、素敵な特ダネじゃないかさあすぐ車へ飛んでいけ冗談じゃない君はここで番をしていろ僕は交番へ知らせて医者を呼んでくる早田は交番へ急を知らせるとともに付近の院,院を叩いて医者が支度をしている間に麹町下六番町の桂木家へ電話をかけた。 早田が医者と連れっって現状へ戻った時には、警官の一行が到着していて公園内の貸し席の男衆や女中などが騒ぎを聞きつけて石橋の近くまで出ていた警察医と早田の伴ってきた医者とは何か小声で話し合って幾度も死体を見直していた刑事の一人は早田のそばへ行って死体を発見した前後の模様を聴取した ご用もありますますいが、僕らは新坂町の藤倉山に住んでいますから必要があったらいつでも呼び出してください早田は X 新聞記者の肩書きのついた名刺を出したまもなく桂木家の執事小林が書生を伴って自動車で主人の死骸を引き取りに来た 彼は腰掛けに倒れている主人を見ると真っ青になって歯をカチカチ鳴らしてろくに警官との対応もできなかった桂木宗平の死はあまりに思いがけない出来事であった早田と百瀬はいい加減に切り上げて帰途に着いた3ヶ月ぶりに銀座のバーを飲み歩いていい機嫌になっていた2人は この突発事故にすっかり酔いを覚ましてしまったのだ桂木老人が急死したのは社会のために通籍すべきだがこれで我が陸奥君も命を吹き返したわけだねと百瀬が言ったそれはどういう意味だい桂木陸奥が貧乏神と縁を切って100万長者になったということだよなるほど 陸君はあのおじさんの相続人だったっけねそれは相当。と陸奥君は一体どこへ行ったんだ夕方から三度も電話をかけたのになそうだ一度は君の車から一度は弥生酒場から三度目は確か寿司屋からだっけなあの時は僕が杉浦家へ電話をかけたんだぜ やっこさんひところ杉浦家入り浸りだったからなそしたら波工場が「陸男さんのことなんか私存じませんガチャン」と電話を切ったものだ君のいとこだがあの令状はすげえな呑のんき者の百瀬は死人のことなど忘れてしまったように女の声色を使って陽気に笑った。 警視庁特別ニュース今度は父さんや節おばさんの嫌いな西洋音楽だから切りましょうねナミコは拡声器のスイッチを切ってレシーバーを耳に当てた自然に波打った頭髪を無造作に耳の後ろへかき上げておしろいっけのない顔にセーラー服を着たところはまだ女学生のように初う々うしく見えるが もう2年前に女学校を卒業して今は神田の女子青年館へ通ってタイプライターと英語の勉強をしている令嬢である縁側の統一では父親の養蔵と早田とが背中に火を浴びて将棋を指しているその傍らで未亡人になった洋造の姉が老眼鏡を鼻先にのめらせて網張りを動かしている 早田は実のところ将棋どころではなかったその朝起き抜けに桂木陸奥の下宿へ電話をかけ彼は前夜以来帰らないと聞いて出張先の満州から帰った挨拶方々奈美子に会って様子を聞こうと思って杉浦家を訪ねたのであったあら警視庁の特別ニュースで桂木さんのことを言っているわ奈美子は素早くスイッチを入れた もう一度最後のところを申し上げます昨26日土曜日午後3時後に桂木宗平氏に会われた方あるいは死を見かけた方はどなたでも警視庁捜査課までお申し出願います人々は顔を見合わせた心臓麻痺ではなかったのかな死因が疑わしいと見える与蔵は、 死骸を最初に発見したという老いの顔を探るように見たああいう老人は精神的のショックで心臓麻痺を起こすことがありますからそういう点を明らかにするためではありませんかね何にしても真夜中に公園のベンチで死んでいるなんてことはただことではないなねえ父さん 3時ととというとどういうううう。どことになるんでしょう昨日お父さんの留守中に桂木さんがあのご本を届けにいらっしゃったのはちょうど3時きっかりでしたわ奈美子は長いまつげを上げてさかしげな瞳をさっと人々の上に走らせた「さあわざわざ届けるには及ぶわい単に玄関先まで来たばかりなんだから」と要造が言った。 本当にね。あの時はお元気のいい声をしていなすったのに人間ってのはわからないものだねえ老婦人は考えに耐えないようにつぶやいたそうよあの日のうちにお亡くなりになるなんてなみこは夢にも思わなかったわあの時おばさまのご病気のことを伺ったらかわいそうだが もう丈夫にはなれそうもないよとおっしゃっていらっしゃったのに理工君はまだ下六番町のうちへも行っていないんだって一体どうしたというんだ近頃は一向家へも顔を見せぬようだがねえナミコ余蔵は無意識に机の上へ手を伸ばして背拍子に「信仰の友」と金文字で印刷した書物を取り上げたそれは桂木宗平が 慈悲で著名な宗教家に執筆させて出版したものであったナミコは父親の視線をそらして席を立ったどれわしも上がらいうちに桂木家悔やみに行ってくるから養造が思い立ったように立ち上がったので早田はほっとしてナミコの後を追った2人がツツジの膨らんでいる池のほとりに立った時おいナミコ。 せっかく習ったタイプライターが役に立たなくなってがっかりしたろう早田はいとこの肘をついたどうして変なことを言うわねもう相当な腕になってよ奈美子は美しい目で早田をにらむ真似をしただって君は安月給取りの女房ではなくって 百万長者桂木陸王夫人になるんだから夫婦共稼ぎの理想は壊れてしまったわけじゃないかおあいにくさま私たちはとうに婚約を解消してしまいましたわよどうしたんだいあまり超スピードじゃないか僕は法典で君たちが婚約したという通知を受け取ってさ 大いにお祝いしようと思って帰ってみれば2か月と経たないうちにもう取り消しましたとはどういうわけだい私とても憤慨してしまったのよ。この秋に式を上げる約束だのにあの人ったら返すあてもない借金をしたり人にだまされてそのお金を取られてしまったり競馬なんてバクチみたいなことをしたりして。 私はもっと堅実な生活をする人でなければ嫌なのよそりゃあナミコ少し酷だよ借金だって発明のために投資したことだし語られたからってそれはむしろ彼の正直さを裏書きするもので金高だって七八千だろうそんな金は 発明が完成しさえすれば何でもないことだそれに競馬を博打呼ばわりは厳しいよ私はそういう投機的な態度を非難しているのよ競馬のことだって儲けて借金を減らそうと思ったからだなんて言うんですもの万事が卑怯だわそれにお金を借りた相手が 有名な氷菓子の牧久太郎だって言うんですものおおせつおばさんの旦那さんを自殺させたあの鬼久かえらいところから借り出したものだなせつおばさんのことは陸奥さんだってよく知っているくせにあんなやつに頭を下げてお金を借りるなんて私悔しくなってしまったのよ ガシ男ってそういうものじゃないよ陸奥君は桂木家の相続人ではあったがおじさんの遺産を当てにするような男ではない自分の腕で財産を作ろうとして焦っていたんだその点を理解してやらなくちゃねえどうだい 僕が中に立つからもう一度考え直してみないか陸奥君はああいう一本気な男だから並行に背負い投げを食わされてしまうとやけを起こしてどんなに曲がっていってしまうかわからないそうでしょうかしらでも葛城のおじさまがお亡くなりになったからもうダメだわ。 どうしてさだって今になって私が許せばあの人がお金持ちになったから許したように思われるじゃないの私はお金と結婚すると思われるのは与えられないわでももしあの人が何かのことで貧乏になって世の中の人たちから見捨てられるような時が来たらその時こそ私はあの人の唯一の味方になってあげるつもりよ コは池の表を見つめながらしんみりとした調子で行った最後の晩餐早田が3度目に花園館を訪ねて2階の陸王の部屋で置き手紙を書いているところへ当の陸王が慌ただしく帰ってきた「おいおいどこへ行っていたんだ?」 重大事件が突発したぞ君は知ってるのか隼人は鉛筆を投げ捨てて友人を迎えた勇敢で初めて知った君はいつ満州から帰ったんだ昨日東京へ着いたんだが昨べから何度電話をかけたか知れないぞ君のおじさんの死体を発見したのは 桃瀬と僕なんだ。君は下尾六番町のうちへ行ってきたのかいやこれから支度をしてすぐ出かけようと思っている昨日までピンピンしていた人がこんなことになろうとは思わなかった心臓麻痺なんてそんなに急激に来るものかな陸王は顔を洗ったり服を着替えたりしながら 急に思い立って熱海へ旅行したこと夕刊を見て驚いて飛んで帰ってきたことなどを手短に語った9時半の熱海旅行だってあれは君新婚列車っていうやつだぜなんだってのこのこそんなのに乗っていったんだいそりゃそうと僕はさっきなみ子にやってきたんだが 令状、なかなか理屈をこねたらしいね。この一件じゃ、僕は一言もない。何もかも僕が悪かったのだ。わがままで、強情で、軽率で、短期で。それから、まあ、待て、そう自分をこき下ろすことはあるまい。僕も帰ってきたことだから、 恋愛裁判をやり直そうじゃないか好意はありがたいがすでに遅しなんだ遅い新しい婚約者でもできたのか実に自分ながら愛想が尽きる話なんだが最近つまらぬ女に引っかかったんだもっともその女ともゆうべ妙なことから永久にさよならをしてしまったがね とにかく、被告は最新議の運転に良くする資格はないと思うね。自業自得には違いないが、ナミコさんを失ったことは、僕にとって生涯の損失だよ。そんな対話をしながら、二人が部屋を出ようとしたところへ、私服刑事が訪ねてきた。たった今お帰りのようでしたな。昨夜以来、どこへ行っておられました 刑事は勧められた椅子に腰を下ろしてわざとらしく軽い調子で行った熱海へ行っておりました熱海はどこへ泊まりました金水路ですどこから何時の列車に乗りました新橋発9時40分の列車に乗りましたあなたは夕べカツラ兵士に会いましたね昨夜8時5分頃に 記念は桂木宗平氏の訪問を受けたでしょうあらかじめ約束があったのですかい,いえ突然訪問を受けたのですおじさんとはたびたび会っていましたかい,いえおじさんにはめったに会ったことはありませんこの宿の前でタクシーが10分待ったということですがその間記念型はどういう話をしました これと言ってまとまった話はしませんでした貴殿方は待たせてあったタクシーで清居坂下のキング料理店へ行き食事を共にされたようですが9時20分に店を出るまで約1時間久しぶりで会った貴殿方がまさか取り留めのない話ばかりをしていたわけではないでしょう刑事の目がキラリと光った彼は何もかも見通しているようであった 実は僕がある発明に着手しているのでおじからその資金を提供しようという話があったのですそれで資金をおじさんから出してもらうことになったというのですねいえ僕は謝絶しましたせっかくの申し出をどういう理由で拒絶したのですおじの援助を受けたくなかったからですしかし貴殿は マキキュタロウという氷菓子から巨額の金を借りて厳しい督促を受けていたではありませんかそれとこれとは別問題ですキング料理店であなた方が食べたものはちょっと考えさせてくださいえー、っとエビのコキールとローストビーフとあとは菓子とコーヒーでしたああそうそう 食事中黒ビールを飲みましたおじさんの様子に変わったところはなかったですか様子というと別に変わったところはないようでしたがそういえば大変喉を渇かしていたようでした2本のビールも大方おじが飲んでしまいましたなるほどそれが葛城宗平氏の最後の晩餐だったのですないやどうもお邪魔しました これから下六番町のお屋敷へ行かれるのですね当分旅行は控えてください刑事は何かしらの不吉な空気を残して帰っていった逮捕刑事の足音が階段に消えてしまうと隼人は陸奥のそばへ寄って君は 9時過ぎまでおじさんと一緒にいたんだってそいつは困ったねおじさんは心臓麻痺ではなくって実は変死なんだぜ今日解剖の結果毒死と決定したんだ無論僕は君を絶対に信用しているがね毒死 自殺でないとすれば誰かが毒を持ったということになるが実は僕は叔父と会食したというだけでなくもっと悪いことがあるんだ陸王は土曜日の夕方荒木アパートの夏目千鶴子の部屋で演ぜられた醜悪な人場面を打ち明けた。僕は叔父おいで一人の女を張り合っていたのだと思うと実に浅ましくなって。 誰でも彼でも叩き殺してやりたいようなめちゃくちゃな気持ちになって荒木アパートを飛び出したんだ表面では「覚醒運動家だの慈善家だの」と立派な面をかぶっていながらあんな若いダンサーを囲っておくなんて実に憎むべき偽善者だと思った僕はむやみに腹が立って仕方がなかった友達にでも会ったら少しはやり場のない気持ちが救われるかと思って栗原のところへ行ったんだ 君はまだ旅行中だと思っていたからねあいにく栗原は留守だったがじき帰るというので書斎へ上がり込んで待っている間に僕の叔父に対する気持ちがだんだん変わってきた何栗原の不在中に君一人で書斎にいたってそいつはいよいよまずいな早田は 毒物研究家の栗原医学士の書斎に実験用の薬品が種々置いてあることを思い浮かべたのである陸王はそんなことには頓着なく「考えてみれば僕をだましたのは千鶴子なんだ」「おじに言わせれば侵入者は僕なんだ」「その点では僕の方からおじにかれこれ言う筋はない」「おじが二重生活をしようと三重生活をしようと」 僕の知ったことではなし。そんなふうにだんだん冷静になってしまうとむやみと興奮していた自分がバカげてきて栗原には会わずに宿へ帰ってきたその後へおじさんが妥協案を引っさげてやってきたというわけだねそうなんだしかし僕はおじの弱点につけ込んで金を受け取るのは卑怯だと思ったから。 欲しい金だったが潔く断って無条件で秘密を守る約束をした僕にとってはおじの対面などはどうでもよかったのだがあの善良なおばに苦痛を与えるのは気の毒だと思ったからねしかしこうなると荒木アパートの一幕は死人に鞭打ちたくないという意味からも永久に闇に葬っておきたいね千鶴子という女の一件は 秘密にしておかないと、君自身のためにも不利だな2二人は鎮痛な顔を見合わせた開画の大時計が気ぜわしく十字を打ったその音に追い立てられるように2人は花園館を出た早田は新聞社へ陸王は桂木家へ 下六番町の桂木家の門前には幾代も自動車が止まっていて店内はざわついていた玄関で弔問客に対応していた執事の小林は陸王を迎えるとさあすぐ鬼界へ奥様はご病気のところへこんな大事件で昨夜からお医者がつききりでございます下宿の方へ幾度も使いを差し上げたのでございますが おでがわかりませんので小林はとがめるように言ったとんだことになった旅先で夕刊を見るまで夢にも知らなかったはいまったく夢のようでございます昨日の夕方は奥様も珍しく下の食堂へお出ましになってお二方でお茶を召し上がり 旦那様は1時間ばかり散歩をしてくるとおっしゃってご機嫌よくお出ましになったのですが8時半ごろどこからかお電話でこれからクラブへ夜から遅くなると言っておよこしになったのでございますけれども12時になっても1時になってもおかわりがないので心配しておりますところへあの電話でございました陸王は 小林の言葉を後ろに聞きながら階段を上って廊下のはずれにある叔母の病室へ入っていった枕元に屏風を巡らして伝統の光を遮った薄暗い所の中で目を閉じていた病人は「陸王が来たねびっくりしたでしょう」うと弱々しい声で言った「おばさん さぞお力落としでしょうけれどもあまりお嘆きになってお体に触るといけませんから私のような病人が生き残っておじさまが亡くなられたのも神さまのおぼし召しでしょう私はお前の顔を見て本当に安心しましたもう下宿住まいなどをしないで どうぞ私のそばにいておくれ。ナミさんは時々お見舞いに来てくれますよ。本当にしっかりしたいいお嬢さんですね。綺麗もよし、学問もあるし。陸王はおばが思ったよりしっかりしているので安心したが、最後の言葉には返事をしかねて躊躇していた。 そこへ小林が顔を出して障子の影から手招きをした彼は陸奥を廊下へ伴ってただいま警視庁の方がおおえになってお接まで待っててでられますとささやいた階段の下の廊下を数人の刑事が無遠慮に歩き回っていたそれと気づいて陸奥は階段の途中に立ちすくんだが気を取り直して 奈落の底へでも落ちていくように一段ずつ降りていった待ち構えていた刑事が左右からぴったりと寄り添って警視庁までご同行願いますと言った桂木総兵の死因は服毒後数時間して突如反応を呈するニトロペンゾールによる毒死と決定した 警視庁では土曜日以来の陸奥の足取りをすっかり調べ上げていた彼が荒木アパートで叔父と騒論したこと彼が氷菓子から金を借りて督促を受けていたこと発明が失敗に終わったこと彼が荒木アパートを出てから栗原医学士の書斎に入ったことそこには使いかけのニトロベンゾールの瓶があったことキング料理店で 食事半ばに宗平が自宅に電話をかけるために駐座したことその間に栗原のもとから持ち出した毒薬をビールに混じる時間は十分にあったことなどすべて陸奥の有罪を指さしていた素人探偵そこは 早田と百瀬が共同生活をしている赤坂新坂町藤倉山のバンガローである白いベランダの外に若葉が燃えて傾斜した庭の下の方に青や赤のイラカを越えてはるかに電車道が見えている薄手の街灯を着たまま遠い椅子に腰をかけていた奈美子は足元の赤いゼレニアムの花を見つめながらお兄さんの言う意味はよく分かったよ。 一時の感情から陸奥さんを自暴自棄に陥らせてそういう女に走らせたのが今回の不幸の原因になったのですから私にも間察に責任がありますわだから奈未ちゃんにも是非ひと働きしてもらいたいことがあるんだたとえ警察で何と言おうと僕らは徹頭徹尾陸奥んの無罪を信じているんだが この際信じているだけでは何にもならない何としても反証をあげなければならないちょっとこの表を見てごらん早田はポケットから出した手紙を奈美子の前に広げた時間による葛城宗平の同棲26日土曜日 午後6時5分荒木アパートに千鶴子を訪ねる千鶴子及び女中の証言黒星午後7時30分千鶴子のもとを去る道場黒星午後8時5分花園館へ行く タクシー運転手の証言午後8時15分陸男と同伴花園館を出る番頭運転手の証言午後8時25分キング料理店に着く給仕人の証言午後9時20分料理店を出る給仕人その他の証言 午後9時40分参納した五一クラブへ行く求人およびクラブ員数名の証言午後10時30分五一クラブを去る道二27日日曜日午前1時清水谷公園において死体となって発見さるあら この黒星のついているところに35分の開きがあるわね荒木町から花園間まで歩いたって10分とかからないのに自動車で行ってそんなに時間がかかるなんておかしいわそこなんだよ桂木宗平が陸奥君と下宿を訪ねる前に何か用足をしたに違いないと思っていろいろ考えてみた宗平氏は 君の借金を片づけてやると言ったというからことによると彼の借金額を調べるために牧久太郎の事務所へ寄ったかもしれないと思うんだがああそうね事務所は塩町の交差点だから花園間へ行くには通り道だわそこでなみちゃんの力を借りたいと思うのだが。 確かマキの店でナミちゃんの友達が法文タイピストをしていたっけねえみ美由さんでしょそっちを調べるのは造作もないと思うわこれから行けばお昼だからちょうどいいのよではその結果を電話で知らせてくれたまえねだが百瀬なんかに取り次ぎを頼んだらダメだよ そんなことを聞くと、また首を突っ込んでぶち壊してしまうからね。先生、探偵気取りはいいが、万事小説を辞で行くからかなわないよ。ごらん、あの通りだ。早田が指すテーブルの上には、新刊、旧刊取り混ぜて探偵小説が山のごとく積んであった。 まあ随分たくさん集めたものね百瀬は誰を見てもまず犯人と睨むらしいよこの間は高1クラブで桂木氏と10時半まで弾をついた及川氏を怪しいと言って騒いでいたんだよなぜかというと及川氏は桂木氏が最後にやった男だし それにあの二人は政友会と民政党で互いに性的だというんだがねその後の調査がはかばかしくないところを見るとどうやら当人も手を引いたらしいその次に白羽の矢を立てたのは桂木家の執事だまあ驚いた。 小林さんが怪しいなんてどこから割り出したんでしょう百瀬の説によると一番無邪気な顔をしているやつが最も怪しいというわけなんだそれでひそかに小林さんを見張っていると毎晩8時頃に小林さんがこそこそと裏門を出て 9丁目の駄菓子屋の裏口へ消えるというんだそれからどうしてナミコは思わず膝をすめた実にお話にもならぬナンセンスさ小林さんは8時には家の用事が片づいてしまうし駄菓子屋というのは小林さんの妹のうちで。 そこには七つになるおいが百日責を患って寝ているんでそれを見舞いに行ったばかりさはっはっはやたはの爆笑に吊り込まれて暗い顔をしていたなみこまで笑い崩れたゆうべはもっとすごいことがあったんだやっこさん 十二時過ぎにコブだらけになって、焦然として帰ってきたから、どうしたのかと思うと、キング料理店の給仕蓮に袋叩きにされたんだ。彼の説によれば、葛城氏のような立派な人物は、誰からも恨みを受けるはずはないから。 犯人は共産党員に違いないというわけで土曜日の夜葛城市のテーブルを受け持った球児を捕まえてつまらない尋問をしたか何かで大勢にやっつけられたらしいんだおかしいにはおかしいけれどもそれはお気の毒だったわね陸おさんのために一生懸命になっていてくださるんだから。 笑っちゃ悪いわそう言いながらもナミコは顔を赤くして笑っていた今朝も一人でうなずいて家を飛び出していったから変な犯人をあげてこなければいいがと思っているんだがねさてそろそろ出かけようか僕も社へ顔を出さなければならない 謎の帳簿それから30分して奈美子は四谷の電車通りに面したつぼや喫茶店の2階で女学校時代からの友人三好典子と小さいテーブルに向かい合っていた緑色のスクリーンの陰から2人の会話を妨げない程度に蓄音機のギターが聞こえている陸奥さんは飛んだ祭なんで。 ご心配でしでょ。のり子は久しぶりに会った友人と同級生のうわさなどをしながら触れていいかどうかと気にしていた陸男のことを遠慮がちに言いだしたええ実はそのことで伺ったのよ陸おさんはあなたのお店からずいぶんお金を借りているんじゃなくってなみこは昔ながらの癖でテーブルの上に両手を組んで きれの長い澄んだ瞳を相手の顔に注いだ。そうらしいわね。にさんどおみかけしたことがあったわ。もしやして、あのとよびの晩に、陸クさんのおじさまがお店へいらっしゃりはしなかったでしょうか。もちろん、よるのことですから、あなたはもうお引けになっていたでしょうけれども。そうね。いらっしゃったかもしれないし、いらっしゃらなかったかもしれないのよ。でも、 その日の午後に電話で晩の8時前後に店へ寄るからマキさんに待っているようにと言っておよこしになったわ。だから私、月曜日にお店へ来ると、第一にマキさんに警視庁のニュースがありましたけれども、桂ツさんが晩にお店にいらしたことを報告しなくてもよろしいのですかと言ったら、約束はあったが、見えなかったのだから余計なことは言わないでもいい。 その時怖い顔をしてにらんだから私はなんだか変だぞと思ったわだってカツさんということは約束をしておいてこないということは一度もなかったんですものあらあの方は前にもお店へいらしたことがおありになったのナミコはせきこんで尋ねたええ お店には一ヶ月に二度はきっといらしたわ。かつさんのようなお金持ちが、どうしてそうしげしげ氷菓子なんかのところへいらっしゃったのでしょう。どういう要件でいらっしゃるのか知りませんけれども、いつも二階の部屋を締め切りにして、革拍子の厚い帳簿を出して、二人で何か話していらしたわ。それは何の帳簿なの何が書いてあるんですか。 よほど大事だと見えて他の帳簿はみんなお店の金庫へ入れてありますけれどもそれだけはマキさんが毎晩中野の家へ持って帰っておしまいになるのよどうもいろいろありがとう大変いいことを伺ったわナミコは友達に別れて家へ帰る道々早田の推測通り桂木宗平が土曜日の晩陸奥を訪ねる前に 富金融商会の事務所に立ち寄ったらしいことを確かめたので陸王を救う鍵がその辺りにあるのではないかと考えていた葛城と真木とはどんな関係があったのか想像はできないが相手は鬼球と呼ばれる冷酷無比な男であるから30分間の会見中に何をしたかわからない謎の帳簿それを開いたなら 意外な犯人を手繰り出すことができるかもしれない奈美子は家へ着くとすぐに早田を電話口に呼び出して三好紀子との会見の結果を報告した覆面の男公園行きの最後の電車が通ってしまった線路に沿った道路は一足が耐えて 遠くに中野駅の青い信号灯が見えるだけで深い木立に覆われた家々は闇の中に寝静まっていた早田は学校の横手から小高い月垣を乗り越えてスルスルと牧野屋敷へ滑り込んだ彼は酔いの口に見ておいた通り、おり母屋の裏を回って遠続きの洋館の窓の下へ出たしばらく立ち止まって あた辺りの様子をうかがっていた早田はナイフを器用に使って揚を潜れるだけに窓の戸を押し上げた時月きの外に靴音が聞こえたのではっとして八つでのげに身を潜めたけれども靴音はそれっきり消えてしまった彼は用心深く真っ暗な部屋の中へ忍び込んだ壁額 棚、銀の花瓶、置き時計初夏椅子デスクなどが懐中電灯の先に照らし出されていったテーブルの中央の大引き出しには予期した通り颯が降りていた早田は20分もかかってやっと引き出しを開けることに成功した謎の帳簿があった。 彼が胸を躍らせてその帳簿に手をかけた時突然部屋の中が真昼のように明るくなったびっくりして顔を上げた早田の目の前に拳銃の筒先が向いていた何をしているんだ寝巻き姿の牧久太郎は拳銃を片手に叫んだ。空に困って つい出来心で入ったんですからどうぞ見逃してください早田は嘆願するように言った冗談言っちゃいけない絹の靴下を履いた泥棒があるかいそんな手数をかけて引き出しをこじあげなくたって盗むなら時計だって花瓶だってめぼしいものはいくらだってあるじゃないかええ 何をしに来たんだいマキは薄い唇をゆがめてニヤリと笑ったまあそこへかけるがいい都合によればこのまま返してやらんでもないさあ何をしに来たか正直に白状しろ黙っているとぶっぱのすぞ早田は絶対絶命だと思った 本当のことを言ったら秘密を嗅ぎつけられたと感じて拳銃の引き金を引くかもしれない第一の殺人を負うために第二の殺人を犯すくらいのことは鬼級のやりかねないことである犬死にはしたくないさあ塔を数えるぞその間に返事をしないと貴様の命は。 マキの言葉が急に途切れた。いつの間に来たのか覆面の男が真木の腕をねじあげていた男は素早く床に落ちた拳銃を取り上げて「さあ貴様の命は僕が預かったぞおい泥棒くん君の欲しいのは何だ?」その声には聞き覚えがあったあっけにとられていた早田は初めて気がついたようにうなずいて 引き出しから取り出した川辺芳の帳簿をパラパラと繰りながら「こいつは驚いた久富商会の黒幕は葛城宗平氏だったのか」「おい真木君はあの土曜日の晩7時30分から8時までの間に事務所で葛城氏に会ったろう」 あったたらどうしたうしと言んだ。世間では俺のことを鬼級の何のと言っているが俺はただ桂木氏の手足になって働いたばかりなんだこの帳簿の秘密を知っているのは桂木氏と君だけだろう桂木氏が死んでしまえば君はこの資金を即 くり着服するることができるわけだなにを言うんだ俺がカツラギソウに毒を持ったとでも言うのかえっ、ー、と君らは警察の者のだったのか最初からそうと言ってくださればよかったのにまきは2人を刑事と思い込んで急に態度を変えた。 やましいことがなければなぜ土曜日の晩葛城氏にやったことを隠していたんだそれは葛城家の名誉を傷つけたくないと思ったからですいずれ世間が静かになってからそっと奥様なり後継ぎの方なりにお目にかかって紹介の後始末をつけるつもりだったのです 帳簿を調べてくださればお分かりになりますが私は桂木さんから歩愛と月給をもらっている身分で桂木さんは私にとって大切な人なんですなんで金のつるを切るようなバカなまねをしましょう2二人は押収した帳簿を翌朝警視庁へ提供することにして藤倉山の家へ引き上げた百瀬 君があの場合に飛び出してくれるとは実に意外だったよ早田は覆面の男の肩をたたいた何を隠そう僕は他に容疑者が亡くなってしまったので君を怪しいと睨んで尾行していたんだよそれ君は最も重要な最初の死体発見者だろうそれに君のいとこは被害者の甥の言い名付けだろう 何を言ってるんだい自分だって最初の発見者じゃないか二人は肩をつきあって笑った第三の男陸王の潔白を信じているのは友人たちだけで警察側では 動機ももも証証拠人も揃った完全な犯罪事件として容赦なく起訴の手続きをしてしまった長書の中で欠けているのは陸奥の自白だけであった彼は徹頭徹尾無罪を主張しているしかし桂木宗兵を殺害する動機を持っていたのも結局陸奥一人だけであったすなわち彼は返済のあてのない借罪に苦しんでいた 宗平が死ねば彼の懐へ巨万の富が転げ込む彼と叔父との間には一女性をめぐって醜い感情の衝突があった上智ほど両親の鏡を曇らせるものはない陸王は叔父と会食する前に栗原医学士の留守宅に15分を費やしたその部屋には実験用のニトロベンゾールがあった その数的は桂木宗兵を毒殺するには十分であった陸王は土曜日の晩花園館に叔父の訪問を受けることは予期していなかった従って毒物を手に入れる目的で栗原を訪問したという警察側の言い分は肯定できないと言っているしかし千鶴子はアパートで叔父・叔いが騒論しており桂木宗兵はいずれ ゆっっくり会って話をつけようと言ったと証言しているこれは陸王にとって致命的な証言であった早田が陸王の有罪を覆す唯一の鍵だと思って危ない盗賊のまねまでしてようやく手に入れた鍵の帳簿はいたずらに桂木宗平の暗黒面を暴露したにすぎないで牧久太郎は直ちに放免されてしまった藤倉山では ハヤ早田百瀬の3人が毎日のように額を集めて陸王を救うために藁一本でもつかみ出そうと不信していたある日百瀬は探偵小説から暗示を得て土曜日の晩荒木アパートに食事の用意ができていたいいかねおじはそれをおいのためと思いおいはおじのために用意されたものと思い込んでいたところが 花を飾ったそのテーブルがおじのものでもおいのものでもなかったとしたらどうだおじおいを手玉に取るくらいの女だからなと言って荒木アパートの一場面に幽霊のような第三の男を登場させたこの家庭説には早田も乗り気になって更新所の手を借りたり自分でも八方に飛び歩いたりしてついに第三の男の実在を突き止めた どうだい小説だってまんざら役に立たないことはないぞその千鶴子の亭主なる男を引きずり出してさえくれりゃ陸奥君万歳だそいつが犯人に決まってると百瀬は鼻をうごめかした二人が勢い込んで深川の東第一ホテルというキッチン宿に円卓を飛ばしていくと美化にしじみ蝶のような髭を蓄えたルンペン詩人君は 明らかに二人を迎えてとうとう分かりましたか渡り鳥の巣をよく嗅ぎつけてきましたなええあの土曜日の晩には私がまんするについて送別会をしてくれるというのでのこのこやっていったら廊下に立っていた女中さんが「今日は来客で都合が悪いから次の土曜日に」と言って。 10円紙幣を1枚渡してくれたのですそれからすぐホテルに帰ると仲間にウイスキーだの焼き鳥だのってたかられて大盤振る舞いをしてしまったんですよ千鶴子のやつはとんだ災難にあって泣きっ面をしているでしょうが私だって旦那からもらってもらうはずだった満州行きの旅費が流れてしまってがっかりしていますよ というのであったこれで最後にかけていた希望も切れてしまったわけである二人は魂の抜け殻のようになって家へ帰るまでほとんど口もきかなかった意外な犯人藤倉山の書斎の机の上には 奈美子からの速達が早田を待っていた陸奥が双極されたことは病弱な葛城未亡人には秘密にしてあったのが小林が口を滑らしたために全てが未亡人の耳に入ってしまったから今日の結果を報告方々下六番町のうちへ来てくれというのであった玄関へ迎えに出た奈美子は早田のむなしい収穫を聞くと でも、そう楽談することは「ないと思ったよ。おばさまは、リさんは断じて犯人ではない」と言い切っていらっしゃるのよ。おばさまの口ぶりでは「なんだか犯人を知っていらっしゃるらしいわ」と声を潜めていっただってずっと寝ていた病人が犯人を知っているなんておかしいじゃないか。 心配が高じてどうかされたのじゃないか早田は濃い眉を寄せて考え込んでいた2人が2階の病室へ入ると未亡人は床の上に起き上がって取り沈めようとしている看護婦たちを押しのけてかんばしった声を上げているさあ早く自動車を呼んでおくれおばさまはどうなすったのです 興奮出さるとお体に触りますわ。早田がお見舞いに参りましたのよ。ナミコは真っ青になって震えている未亡人のそばへ駆け寄った。ちょうどいいところへ来てくだすった。早田さん、どうぞ私を警察へ連れて行ってください。私は犯人を知っています。私は。 陸王がそんなのっぴきならないことになっているとは夢にも知りませんでした。なぜもっと早く私に知らせてくれなかったんです未亡人はヒステリックに叫んだ。犯人とは誰ですおばさま本当にご存知なんですか早田と奈美子は半信半疑で未亡人の顔を覗き込んだ。はあ,はあ。 あなたたち、みんなよく聞いておいてください。カツラギが死んだのは、神様のおぼしめしだったのです。私はこの数十年来、あの人の不信不徳をいさめながら、忍べるだけ忍んできたのですが、もはやこれ以上の苦痛に耐えきれなくなって、神様のお裁きに訴えたのでした。 土曜日の夕方、私は決心して食堂へ出て行きましたそして女中の持ってきたレモン茶の一つに毒薬を入れ二つの茶碗の一つを夫に選ばせたのです私は残った方のお茶を飲んで床に着きましたことによったら 自分が特使する運命かもしれないと思ってと未亡人は途切れ途切れに秘められていた桂木家の内情を語るのであった家付きの娘である夫人と宗平との間には実子があったが高等学校へ入った年に腸窒不酢で休威してしまったのでおいの陸王が相続人となった ししかし陸男は夫人には血のつながった亡邸の維持であるが宗平にとっては縁もゆかりもない他人の子であった手塩にかけた実子が創生したのに引き換え他人の子が肉肉しいまでに健康でトントン拍子に大学を卒業しその上巨万の富を相続するということは宗平にとって耐え難いことであったらしい。 彼は極端に陸王を憎み、婦人がそれをかばえばかばうほどいよいよ意固骨になって直接間接に陸王を困難な地位に陥れ婦人の苦しむのを楽しんでいた陸王の発明を邪魔したのも氷菓子の薪きを通して金をつぎ込み厳しい督促をさせたのも総兵の仕業であったそれだけではありません。 あの人は、私の生涯をめちゃくちゃにしたばかりではなく、幾人もの女をもてあそんで、どれくらい女を精神的に殺したか知れません。あの人は、世間に対しては真摯の仮面を被っていましたけれども、私の前には、自分の囚行をさらけ出して、私が苦しむのを喜んでいたのです。 あれは悪魔でした恐ろしい悪魔でしたあの人を毒殺したのは私ですけれども私にはいささかの後悔もありませんおばさま、それは本当ですかでもどうしてそんな毒薬がおばさまのところにあったのです は唇をわなわなさせながら倒れかかった未亡人を抱きしめた亡くなった私の父がお医者でしたから使い残りの薬はまだそこにありますその薬を飲むと数時間後に天罰が下るように未亡人はうつろな目を上げて違がいらなの手文庫を指さしながら がっくりと奈美子の腕の中に崩れてしまった桂木家は表面すこぶる円満な家庭らしく見えていたが夫婦の間にはいつも争いが絶えず非常に冷ややかであった事実が雇い人たちによって証言された執事の小林はそういえばあの晩早田様からお電話がありました時 いつの間にか奥様が鬼街から降りていらしって真っ青なお顔をして私の後ろに立っていらっしゃいました。そして私がまだ何も申し上げないうちに「ああやはり葛城だった神様のお裁きだ」とおっしゃってその場にそっとなすったのでございます。 その時は格別気にも留めておりませんでしたが今になってなるほどと思い当たりましてございますと述べた土曜日の午後葛城夫妻の最後のお茶の給仕をした女中はあの時私が食堂の次の間でお紅茶を入れておりますところへ奥様がおいでになって 今日はレモン茶にするからレモンを切ってくるようにとおっしゃいました。それで私が台所へ行って戻ってみますと、二つのお茶碗に紅茶がついであってレモンを入れるばかりになっておりました。私はそれをお盆に乗せてテーブルへ運び、旦那様に一つ取っていただき、残った方を奥様の前へ置いてまいったのでございます。 奥様がご自分でお茶をお入れになるなんて一度もないことでございましたがわざわざ私を台所へやっておいてその間に毒をお入れになったとは夢にも存じませんでした。というのであった医師と警官が相次いで駆けつけた時には未亡人はすでにこの世の人ではなかったが彼女の臨終の告白は 斎上に建てられていた偽善の老格を破壊すると同時に新しい桂木家を築き上げる礎となった。